行くぞラストクッパ。さあ天空の戦い、泣いても笑ってもこれがラストです。絶対このパートで最終回にするから、意地でもこのパートで最終回にするから、絶対めちゃくちゃ慎重にいく。ああなんか今パクッとした。さあそしてじいてもう余計、あここにスイッチスターがある。じゃ結構近めなのかな、スイッチスターの位置は。多分ね、予想としてはね、この下にあるんじゃないかなと。おー、ありましたね、ありましたね。なんかあまりにも、怖っ。あまりにも予想通りすぎて、逆にあれなんですけど、怖いんですけど。いきますか。いや、でも割と時間次第だな。結構時間がギリギリだったら届かない可能性も、十二分にある。慎重に。よし、一回こう降りて、こうして、これぐらい慎重にいかないと、もう落ちること気合いだから。よし。オッケー。全然簡単すぎるんですけど。全然簡単すぎるんですよ。何だったんだろう、このスイッチスターは。とりあえずスイッチスター置いてみましたみたいな、そういう感覚が通用しねえから。絶対行くやつだな、マジで。はい。そして、こうして、あー、危ない。早かった。まあまあまあ、しゃあない。こういう時はある。こういうリカバーを、変に欲張ったりして、今みたいにこうジャンプが届かなくて落ちちゃったりするときが、まあ、今まで多々あったわけなんで、こういうところも慎重に行って、よいしょ。カメラもしっかり待つ。もう学んだから。あのね、カメラが動いてる最中に動くのが一番俺がやってきた愚行。一番多かったからね。それをやっちゃいけない。もうカメラはもうすごくゆっくり構えて、一個一個やっていけばいいんですよ。はい。よし。これ間に合うのかな？なんか間に合わなさそうなんですけど、空気的に。大丈夫？あ、よし。オッケー。サカボム兵がここになぜかいる。ちょっと待ってくださいね。頭の中で整理しますよ。あそこと、あそこ、オッケー。場所は変わってないですね。場所は変わってないんで、このまま順当に行きましょう。よし。なんで一回さ、ガクンってなるの？これは何なんですかね。あ、落ちる！落ちないんだけどな。はい。よいしょ。もうここはね、スティック入力をね、完全に止めてからジャンプしないと落ちるっていうのが分かってるんで。嘘！おかしい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 。おかしいでしょ？真下落ちたでしょ？何それ？なんて超そういうミスいらんじゃん。いらんじゃん。なんかね、微妙にね、構造が違うんですよ。これ本当にね、些細な差しかないんで、あの、伝えにくいんだけどね、微妙にね、違うんだよね。よし。こう、一枚コインもしっかり取っていく。大丈夫。まだ大丈夫だから。大丈夫。全く問題ない。全く問題にしない。こういうのも、もう余計に取らない。いや、ここも歩く。あっつい。これが嫌だったんですけど、僕としてはでも大丈夫。さあ、矢印じゃなくなりましたね。なんか、進めマークになりましたね。よし。さあ、ここのくるくるハートも基本健在。ここの赤だな。これきついな、多分。よし、だけ、うわー、まあ、取れたからよし。もう取れて、これ落ちたら全然構わない。で、これ今ね、今のタイミングで、サイドンじゃないわ。ドサイドンとサイドンか、期待した人いるかもしれないですけど、僕は一切やりませんから。ね、やりませんから。申し訳ないですけど。あ、ここ戻れるんです、これでね。絶対にやりませんから。無理でしょ、だってこんな。絶対できるわけないじゃん。だって二段ジャンプすらまともにできない人間がさ、ドサイドンなんか決められるわけがない。そこはね、身の丈先輩だから、俺が一番よくわかってる。よし。このまま行きますよ。はい、このまま行って、よーし。で、こっち行って、で、戻るけど、普段は戻らないで、もうこのポールを上りの、で、左向きの、こうカメラもちゃんとね、棒掴んだら、こう、向けてから飛ぶ方が安泰だから。で、ここ掴めないの？棒が掴めないやつ？棒はあそこ掴めるやつなんですけど、まあ気にせずに行く。さあ、
こ結構むずいですよね。普通にね、やって、掴んだでしょ、今。なにそれ。え、さすがに今の欠陥じゃないの。もうちょっとラス面だから俺言葉選ばないけどさ、いやさすがに今のは欠陥じゃない。あかんでしょ、いかんでしょ今のは。今のなんだよマジで、今のはいかんでしょ。はい、いや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 、何もしてないんですけどね、カメラの向きね。はい。つかみの、これね、棒のアクション相当難しいんですよ、このゲーム。マジで。棒つかむアクションがえげつないんですよね。カメラと相まって。はい。んで、どうしたらいい？もう乗るしかないのか。つかむじゃダメなのか。もうつかむとかいう、そういう甘えたアクションは全部切り捨てられるのか、今回の。これだと。よし。OK。さあ、飛ぶ。風大丈夫かな。でね、橋の方行くとね、風がね、早めに止むんですよ。ほら。ね、そうなんですよ、実は。なんでこういうところはね、残してるのか、未だによくわかんないんですけど。なんで橋の方は風が全然早めに止むのかっていうのは、僕は理解に苦しむんですけど。よし。全然いいじゃん、普通に真ん中と一緒で。ちょっと思ったりする。さあ。150! 集め切ったぞ、集め切ったぞ、ラストクッパ行くぞ。爆弾が5個。そうですね、昔からこうですね。あらら、いつの間に来た、ムム。どちらにしろ我が輩の炎の餌食だ。これだけスターの力を借りても我が輩には叶うわけがない。ガハハ、マリオ、貴様のお友達もみんな壁の中さ。ピーチちゃんも渡さんもんね。行くぞ。もう壁から出てきましたけどね。どうしよう、掴めるのか。とりあえずちょ待って、ちょさ、判定出てよ、マジで。せーの、ここ、当たった。当たってない。爆弾は広いんですけどね。あ、衝撃波は？あ、出るね、衝撃波出る。まあ。これね、ほんとつかめねえから、このクッパマジで。よし、OK。さあ、集中。はい、もうこれで距離は大丈夫。はい。ああ、早いんだな。なんかね、早い理由はちょっとわかるんですよ、自分の中で。なんか普段の64の RTA やってるタイミングで明らかに投げていって、投げてるなっていうのはね、なんとなく僕はね、わかってることなんだよ。ちょっと遅らせる。この辺ちょっとっていうのが本当に難しいんですよ。はい、これでもちょっと早いんだもんね。これちょっと早いんですもんね。あ、よし、掴んだ、ラッキー。なんか掴めるかなと思ったら掴めた。はい、二つ目。はい、オッケー。あ、わかった、もうタイミング掴んだ。よし、オッケー、オッケー。で、どこまで飛んでくる。はい。これ連続で掴めるのはいいですね。これは64番にはないいいところ。さあ、ラスト1個、集中。はい、マジクソ、あれ。そう、まあ、一筋縄ではいかないってことで。ちょ、マジでやば、あかん。その衝撃波に食らうのはあかんでしょ。よーし、OK。すげえ遅くなったね、回るのがね。どこ行ったらいいんだ、ここだな。よーし。はい、決まった。余裕ですわ。一番ラストのクッパが一番ザコいとは思わなかったね。ああ、また今度、貴様の勝ちか、マリオ。貴様なら、我が輩が世界で一番負けたくない奴なのに、本当に役に立たぬ怪物どもが、貴様ごときにパワースターを全部取り戻されるとは、全部で150個もあったのか？城に我が輩も気づかなかったスターが残っておったとは、また我が輩の大嫌いな平和が戻ってきてしまうではないか。我が輩は悔しいぞ。今日は引き上げてやる。だが今度会う時は絶対負けないぞ。タッチスクリーンを磨いて待ってろよ。気遣ってくれたわ。そう、実況プレイやってるとさ、タッチスクリーンがさ、すげえツバだらけになってさ、毎回ね、掃除してるんですよね。すごいくっせえな、マジで。よーし。きたー、最後の大スターを、ゲットー。
4人勢揃いですね。下画面が光ってますよ、これ。さあ、大スターの力を使って、ピーチを取り戻す。取り戻す。ぶっさ。下のスターは 何かを表してるの、これは。何かはしてるんですか。あ、でもあれですね。スタイルは良くなったね。スタイルは。ヨッシーが向かう。ヨッシー追い越す。マリオ近づく。ポーション脱ぐ。寝癖がついている。さあ、ルイージ、ワリオがやってくる。ポーション脱ぐ。みんな寝癖ついてる。ぶっさ。ぶっさくね。あおう、ヨッシー、ヨッシー、キャンソル。なんでヨッシーに話しかけんの、一番最初に。マリオに話しかけてやれよ、主人公なんだから。 And it's all thanks to you. Thanks to you. Thank you all. Thank you all. We have to do something special for you. Special for you. お、絶対チューしてねえから今。当たってねえから。俺ちゃんと見てたから。当たってねえから。下振りだけだから。下振りだけ。Let's bake a delicious cake. For my heroes. My heroes. ヨッシーがこっち向くんだろうな。もう、なんかそんな気がした。私のお墓。はい、ということで。お送りしてまいりましたスーパーマリオ 64DS 実況プレイ、まあだいたい1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、だいたい2ヶ月ぐらいかなと、思ってますが、2ヶ月やってきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、マリオ64を1000時間以上遊んで RTA を散々やってる男が果たしてマリオ 64DS の実況をやったらどうなるのかという感じの、まあ、テーマで、まあ、昔を振り返りながらね、あ、しっかりやっぱスター全部集めると通るんですね、このペンギンもね、お送りしてまいりました。どうですかね、なんかすごくね、なんかやっててものすごくね、なんかほぼ 95% イライラしてたなって思うんですよね。一通り感想としてはね、やっぱなかなかね、そのリメイク作品っていうのはどうしてもその、もともとなんか神ゲーならば神ゲーほどね、その、ハードルが上がっちゃって、そのいかにそのハードルをね、こう超えていくかどうかっていうのが、まあやっぱリメイク作品の難しいところだと思うんですよ、どのゲームも。で、このことマリオ64に関しては、やっぱりそれだけ世界的にもね、有名で、もう日本人でもこのマリオ64やったことないゲーム好きはいないだろうっていうぐらいすごい名作じゃないですか。で、それだけのハードルの中、まあ、とりあえずは一通りのリメイクとしては、なんかしっかり作ったんじゃねえかな、DS の老人だしなっていう感じですよね。よく言うとね。よく言うとね。まあ、多分、マリオ64子供の頃にやったことがあって、で、DS で、あ、64の DS のなんか出るんだ、リメイク。じゃあやってみようっていうぐらいの人からすると、多分、あ、楽しかったで終わるんだと思うんですけど、ここからはちょっと僕の本音を言わせていただいていいでしょうか。あのね、一つだけ僕は残念だったことがあって、64DS で30個スターが追加されたわけじゃないですか。どういうね、新しいアクションとか、どういう謎解きが増えるんだろうってことがすごいワクワクしてたんですけど、大体がスイッチスターと、あとなんだっけ、スイッチスターとなんかもう一つ要素だったじゃないですか。なんかね、それだけかよって感じだった。申し訳ないけど、うん、だからそれ以外の従来のスターとかは、まあ、今まで通りの夏時あって結構だったんですけど、なんか追加されたっていう割になんか無理やりこうねじ込んだ感がすごい出ちゃって、だったらもうちょっとこうね、いろんな足場なりステージなりを用意して、あのプラスアルファでもうちょっとやってほしかったなっていうところは正直あったところ。あとはなぜキャラ分けをしたしっていう、全部マリオでいいじゃんっていう。その2点その2点です。一番重要なところはもう僕は動画中に散々言ったんで言わないですけど、言わないですけど、まあでも
とりあえずね、最後までできたっていうことは、まあ、それだけ楽しいゲームであったってことは間違いないですから、まあ、そういう意味でね、まあ、もし、任天堂64持ってなくて、DS は持ってる、でもマリオ64やってみたいなっていう方はね、やってみたらいいんじゃないでしょうか。僕はあくまで、任天堂64実機の初期版のマリオ64を皆さんにおすすめして、終わりにしたいと思います。この実況動画、大変長らくご覧いただきましてありがとうございました。次回の実況動画でお会いしましょう。お相手はモッティでした。若干最後のセリフが早かった。